おはようございます。釣り子 TV です。ジャッカルと釣り岡でしょうさんのスペシャルコラボルアーを紹介していくっていうことで、ボトラーグリンチも買うことができたんですよ。これはフロックタイプと言っていいんでしょうか。これ面白いんですよね。醤油ボトルみたいなルアーっていうことで、まあ、ボトラーグリンチって言うんですけど、これとね、もうね、一つね、カラーが置いてあって、そっちはもうね、ほんと透明の醤油差しみたいな色だったんですよね。で、まあちょっとね、どうだろう、視認性こっちの方がいいかななんて思って、釣り岡くんっていうカラー選んで買ってきてみたんですけども、いろいろ書いてありますね。投げて巻くだけでフロッグゲームが楽しめる。ね。で、あと、まあ、この前も言いましたけど、ここね、シールになってますんでね。これ、釣り岡でしょうさんファンの方にはたまらない仕様じゃないですかね。このシールがあるんで、このパッケージもね、大切に、取っておくと楽しいんじゃないかななんて思いますが、まあ、この専用パッケージ、専用デザイン、これ豪華ですよね。こんな感じで。裏には、説明書きね、細かく書いてあって、スペアテールの交換方法が動画で解説しておりますということで、QR コードなんていうのが書いてあったりして、ボトラーグリンチでは、そうですね、カラーは釣り岡くんということで、じゃあ早速ね、どんな感じなのか、ちょっと開けていきたいと思います。これもね、ちょっと大切に、あんまりビリビリってやりたくないな。パッケージも取っておきたいなと思うような、こういったルアーなんですよね。横にこう、なっていて、で、うまいこと、取れた。ここね、ホッチキスで止まってるんですけど、ペッと取って、こうやれば取れるはず。よっしゃ。きたな、これ。あ、テールすごいな、これ。ちょっと。ちぎれんなよ。ちぎれんなよ。おっと、出て、よしよしよし。出てきました。まあジャッカルってほんといろんなタイプのフロッグ出してますからね。フロッグ作りには、でも人気のフロッグも数知れずね、多くありますから、そんなジャッカルが作り込んだフロッグなんで間違いはまずないんじゃないかなって。釣り岡でしょうさんの中でもね、釣り馬ってイメージの徳ちゃんが、プロデュースしているっていうことで、ちょっとこれはもうガチで楽しむっていうところより本当に釣るつもり、ガチで釣るつもりで作り込んできたんじゃないかななんていうふうに期待できるルアーかと思います。まあ、ちょっとどんな感じなのか、釣り岡くんカラーが変えたんで、この可愛い唇、目、鱗、カラーリングの時点でちょっと上がりますけどね。で、このテールが、ただのグラブテールなのかなと思ったら、結構こだわりの造形というかですね、こうエッジがあるっていうか、こうなんか水をガチッと引っ掛けるようなね、グラブなんだけど、ちょっとこだわりの形なんですよね。で、スペアのテールもついてくれてるっていうことで、はぁ、で、ああ、そっか、ここにこう引っかかってるわけですね。わかるかな。こうね、こうなっていて、で、このヒレがなんかうまいこと、これ障害物とかかわすのにも一役買ってくれるのかな。ヒレがついていて、上のここが穴ですね、これ。ここ今指で押さえてると。ここ
にね穴が開いておりまして、で針はねフロッグのダブルフックで、あでね、ここは最初からチューニング済みですね、接着してくれているんで、不意なねその水とか必要以上に入らないですよっていう仕様になっていて、あーで結構針先はのクリアランスは比較的取れているんじゃないかなっていうと、まあどうしてもこのテールをつけるこの部品があるんで、ここはねちょっとどうだろう、ちょっと硬めなんでここの分は潰れないんですけどね。ただもうまあデカバスがガツッと食った場合、結構余分な、なんだろうか、こうエッジとかがあるわけではないんで、結構シンプルに刺さりやすい形状に仕上がってるんではないかな、なんていうふうに思うんですけども、いかがでしょうか。でここもちょっと軽く接着剤ついてるのかな、これ。またねちょっと使い込んでみてね、これはフロッグっていうことで、まあいかようにもね針の角度とか、あとはこうねチューニングとかはできると思うんで、そのなんだろう、フロッグの元として非常にまずは使いやすいんじゃないかなって。今のところねこのカラーリングも綺麗だし、このちょっと吊るしの状態でタカ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 ーって泳がしてみたいな、なんていう風に考えておりますが、で裏にいろいろ書いてあるはずなんでちょっと見ていきたいと思います。まずね名前はボトラーグリンチということで、釣り岡の特ちゃんモデルということですね。醤油ボトル型ブルーギル、型ルアーちゃん大人気ですからね。今横に平坦な感じでブルーギルって書いてあります。釣りよかでしょう、徳ちゃんの発案で醤油ボトルに尻尾をつけたようなルアーボトラーグリンチが誕生しました。見た目は醤油ボトルながらもルアーとしての性能もしっかりと盛り込みました。使い方は投げて巻くだけ、力強いテール、尻尾が水面をバシャバシャと音と泡を立てながら進み、その振動は醤油ボトルボディに伝わりピクピク動きます。まるでブルーギルが水面を必死に逃げるような動きにバスもたまらずバイトしてくることでしょう。針がむき出しになっていないので障害物をスルスルと避けてくることが得意なルアーです。他のルアーでは引っかかってしまうようなところでもガンガン攻めてみてくださいということで、オリジナルフックとボディ形状がジャストフィットということで、ジャストフィットしてますね。こんな感じで釣り岡ルアー3種類の中で最も障害物に引っかかりにくいルアーですということで、エッジを立てた上向きのカーリーテール、これですね。エッジは音と泡を発生させる効果が、そして上向きセッティングは泳ぎ出しを早める効果がありますということで、こちらは、まあ、ベイトタックルでの使用が主になってきますよね。ミディアムヘビー以上の硬さのベイトタックルロッド、PE ライン45ポンド以上、フロロカーボンナイロンラインだと14ポンド以上ね、ちょっと強めのねカバーに入れ込んでも帰ってきやすいような太めの強めのタックルで使うのがいいんじゃないかっていうことで推奨タックルが書いております。で徳ちゃんからの一言コメント、醤油を入れて使ってみても面白いかも。なんて冗談はさておき、フロッグの操作が難しい、フロッグで釣ったことがないというそこのあなたにこそ使ってもらいたい。投げて巻くだけで水面でダイナミックな捕食シーンがきっと見れますよ。裏技的にカスタムして沈めて使うのもてん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 ということで、コメントねここに書いてありますんで、ね、これあそっか、ワームみたいにちょっと沈めて食わせるっていうことですかね。これはねこれからの時期ですよね、まあ、トップウォーターっていうのもありますけども、
もう本当暑い日めちゃくちゃ暑いですからね、そういった時にね、カバーとか浮き込みにバスがついた時、そういった時にねぜひ揉んで、で、まあ、オープンウォーターでもこのテールがあるからね誘ってくれるんだと思うんですけども、ガチムチのカバーっていうよりはせっかくこのテールもね効力を発揮してもらいたいっていうことで、結構ね最近よくあるんですよ、あのこれこういう感じの使いたいなっていう状況がっていうのが、あの本当浮き込みのチップなのかな、あれ桜の葉っぱがなんか溜まったようななんか茶色いやつなのかな、なんか水面にそこまでハードカバーじゃないんだけど、浮遊したゴミがてん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 ってゴミが風で吹き寄せられてバーって水面一面を覆っている、なんかスピナーベイト投げても投げること引っかかるし、プラグ投げたらもう一回でなんかそのゴミだるまになっちゃうし泳がないし、っていう時にまあよく虫を投げるんですけども、虫だとこう点で誘いますからね、こう日点で誘うからどうしたってあの時間がかかっちゃうんですよね、その一つのエリアを探るのにだいぶ時間がかかるなっていうのがあって、まあそういう時に、でもかといってトリプルフックついてるトップウォーターだともうなんか一回ごとにこうゴミペッペッペッって外してめんどくせえなーなんていうことがあるんで、そういう時にねこれで素早くタッタカタッタカタってこうねサーチしていけるようになると、これは便利そうだなっていうこと、なんかどうなんだろう、あるのかな、でもありそうでなかったと思うんですよね、まあこの素材感のこの組み合わせってのはもうなかったと思うんで、で、まあ、そこまでフッキングのねこんなクチュってなりますかね、こんだけ柔らかいからフッキングの邪魔にもならなそうだし、何にしろこの針を出すまでのこのクリアランスとか、あとこの針がちょっと上向きの角度とかね、なんか全体的にほんとガチででっかい魚を釣るために結構考えられてるんじゃないかななんていうふうに思うんで、まあ、このスペアテールの付け方はねその、ジャッカルのホームページとかでも見れるのかな、あの QR コード、まあ多分ここが細長くなってるからこれを出したらむぎゅーって、あ、切れちゃった、まあ多分大丈夫だろうむぎゅーって引っ張ってちょっといらなくなったところは綺麗に切ってねっていう、まあこういうことだとは思うんですけど、こんな感じのまあスペアテールが最初からついてくれていて、で、まあねこれが取れた後もねここをいろいろね充填剤とかで改造してコロラドブレードつけたりとかね、はたまたなんだろう毛生やしたりシリコンスカートをもっさり出してみたりとか、いろいろね改造なんかも先々は楽しめるルアーなんじゃないかななんていう風に思います。何にしろねこの YouTuber スーパー人気 YouTuber プロデュースのルアーが出たぜっていう、これがねこれが何よりも嬉しいじゃないですかね、本当にかっこいいなって思いますよね。まあね、まあ、釣り子 TV も細々とやってますけどね、コツ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 とやっていつかはねこんな感じで、自分が作りたいようなルアーとかもね作れるようになれたらいいな、もういい本当目標になりますよね、モチベーションになるというか、早速ですねこれでまずはですねブラックバスね、これ多分なんか本当一番まあカバーの中にいるバスってのは得てしてでかいですからね、この状態で食いついてくれるってやつはランカーっていうのが、まあ、あるんじゃないかなと思うんで、早速、ハイシーズンにも突入してきましたので使い込んでみたいななんていう風に考えております。そうだねそうだね、重さをちょっと測っておきたいと思います。重さをね最近しゃべりっぱなしで測るの忘れたなんてことがあるんで、これで 15g って書いてあるんですけども、こちらですねトラグリッチ何グラムでしょうか。ほぼほぼ書いてある通りですね、 14.6g ということで非常に投げやすいんじゃないかなと、ね、まあ、あとはこう比較的平坦面が
多いイメージなんで、まあ、ここがどう作用するかわからないんですけど、非常にスキッピングなんかもしやすいんじゃないかな、カバーの奥の奥にも入れやすいんじゃないかななんていうデザインに感じますんでね、早速、ハイシーズンの釣り場に持っていってオーバーハングの下にスパパパーンと入れてみたいななんていう風に考えております。というわけで本日の釣り GO TV はですね、ジャッカルと釣り岡でしょうさんのスペシャル、コラボルアーですね、特ちゃんモデルということで、ボトル、醤油ボトルを模した、ボトラークリンチ、これを買ってきてみたいと、こういった動画でした。はい、釣り GO TV でした。